カブヤオはフィリピンのルソン島のカラバルソン地方のラグナ州の都市である。2010年時点の人口は約24.8万人だった。かつては多くの移民が工場で働いており、最も裕福な町だった。ネスレ、アジア醸造所、サンミュゲル、タンドゥアイ、バイス、P&G、経済特区、ラグナマラヤン大学が立地する。カブヤオは マニラ首都圏4 3トル南東に位置し、ラグナ州の東部にあたる。州都のサンタクルズから5 4トル、地方の中心のカランバ中心部から9キロメートル、離れている。バエコに接し、コンダヤライ、ビア、トラッピア、アユンギン、ヒト、カーペ、マモリー、バンガス、ダラグ、パパロ、ココスーと、ダラング等の魚が取れる。カブヤオには4本に川が流れる。 2004年時点で田んぼは約9.4平方キロメートルあった。米の他にニンニク、ズッキーニ、スイカ、パイナップル、コーヒー等が栽培されている。紀元前300年頃、マレー人がフィリピンに到着した。バイコ周辺に定住したマレー人によってマニラは商業、貿易の中心として栄えた。中国人、アラブ人、 他のマレー系民族と交易が行われた。外国人商人は湖周辺に村を作った。マレーシアやインドネシア、インドシナから来たマレー人が湖の西にタブコという巨大な村を作った。1570年、ミゲル・ロペスでレガスピがマニラを植民地にした。レガスピは不安でサルセード船長にバエコ周辺のすべての集落を征服するよう命じた。 リサール州のカインタとタイタイが最初に征服された。1571年に1月16日、レガスピはタブコをエンコミエンダ製に組み込んだ。カランバとサンタローサがタブコ政府に組み込まれた。この時タブコは初めて教会を持った。タブコは川の曲線部や湖に近く、船の利便性が高かった。カブヤオの木が茂っており、実はシャンプーに用いられていた。 フランシスコ会の修道士がこの土地の名を現地の女性に聞くと、女性は木の名前は聞かれたと思い、カブヤオと答えた。以来、タブコはカブヤオと呼ばれるようになった。スペイン人はビニャン、サンタロサ、カランバの範囲を支配する政府をカブヤオに設置した。1689年、ビニャンが分離した。その後サンタロサでリマも分離した。1896年、 カビテ州がスペイン政府に反乱を起こした。これを受けて、イサベロ・ビルトシオは、スペイン軍と戦う、義勇軍を募った。ビルトシオは異なる、革命軍をまとめ、パシアのリサール将軍に合流した。リサールは、フィリピンの英雄のホセリサールの兄である。1898年、フィリピン人による2年間に及ぶ、ゲリラ攻撃を受け、スペイン軍は降伏した。 1899年、スペインからの独立を祝う間もなく、アメリカ軍がカブヤオを訪れ占領した。この時起きた戦闘で多くのフィリピン人が殺害された。最初の頃は、アメリカ軍への降伏を拒否したフィリピン兵によって、頻繁に強盗が起きた。アメリカ軍は彼らを逮捕し、拷問した。1942年1月1日、日本軍がカブヤオを占領した。 占領下で複数のゲリラ組織が結成された。カブヤオでは日本軍とフィリピン人の衝突は起きなかった。1944年9月21日、アメリカ軍がマニラへの爆撃を開始した。当時、ニコラスソリアの大佐率いるゲリラがカブヤオを支配していた。そのため、アメリカフィリピン連合軍がカブヤオに入った時、衝突は起きなかった。アメリカはすぐに、 フィリピン市民問題組織を設立した。ピークオは周辺自治体からの避難民や株屋を市民に食料や衣服を提供した。1946年7月4日、マニラ条約によってフィリピンは独立した。マニュエル・ロクサスが初代大統領になった。1986年、エドサカ区名が起きる。2012年8月4日、ラグナ州で5番目の独立死になる。 株屋を市民の多くがキリスト教徒でそのうち93%がローマカトリックを信仰する。株屋を市役所。ありがとうございます。